タックルしてきよった。タックルしてきよった、超える。ああ、ほんとやね。ああ、なんか急におばあちゃんが進んだな、ふっちゃん。目やにも出てるかなっていう感じだった。ああ、やっぱちょっとお薬いこうか。セファレキシン？は獣医さんに相談して。食欲は？ある。あるか。食おうとはしますけど。ああ、でもなんか消極的やな。うん。ちょっと獣医さんに連絡しましょう。はい。まあ若くはないんでね。急やな。でもな、急に来るよな、うん。ガンガン薬いくのも嫌やしな。D は ？D は良好。D 良好、食べ散らかしてるよ D。D は良好ね。よかったよかった。さてと、さて今日はこれを取ります。いい感じ。色の識別ね。黒。黒。勢いすごいな。中入っていい？よっしゃ、じゃあ中入ろう。いや中入ったらね、ケイタ僕ばっかり見るんで、ちょっと影響あるかなと思って。ああ、ちょっと待ってよ。よいしょ。撮ってたの？撮ってたよ。福ちゃんの様子を見たかったから。白、黒、やっぱ俺が入るとあかんな。ちょっと寝るの。白、白。リセット。一旦リセット。よいしょー。よいよいよい。白色。うんしょ。強い強い。勢い強いな。白。いいね。黒。難しいね。難しくなってきた。さあ、俺が入ってくると、ワルドンが入ってくると。何かしらあるな。いろいろ。ミラ、うん、オッケー。黒色、黒色、黒、オッケー、黒色。黒、ああいいやん。あ、黒の方が合うんや。そうとか、そういうなんかありますね。白の方が合いにくい。白。黒。あれは白ちょっと難しいな。二色目に白を導入したんで。なるほど。白が丸くて。ちょっ。来た。こっちじゃないな、そっちなんだ。おらーって。こっちじゃないな。
ろ、はい、いくろ、強い、難しいね、わかるちー、おー、大きいな、ケータ、いやー、いや、身軽そんなに飛ぶとは思ってませんでしたというお客さんのいやー、やっぱりなー、いいで、スライド、しろ、しろ、オッケー、いいよー、しろ、いいね、これはど感触的にどう、そう、進行具合的な感じですか、それケイタの 理解度合いというか、理解度合いは前回よりはでも理解してくれてるのかな、なるほど、にあるような、それはまな板に変えたから、いや、ちょっとやり方を変えました、やり方も変えたんです、そう、これね、まな板に変えよったんですよ、そうなんですよ、お客さんから送っていただいて、あ、そうなん、そうなんですよお客さんからもろたやつって、そこで届きました、へえ、で、これに変えて、やり方もちょっとテンポとか、出し方とかも前まではガチガチに決めてたんですよね、なんかこう出して、こう引っ込めて、こう出すみたいな、そんなも全部崩していって、あ、出し方もまあそんなガチガチに決めんでいいやろ、なるほどね、そう、ケイタの性格もあるからね、これね、わざとこう出してみたりとかっていうのを、なんかやってみたりしました、まあ、ヒント的な感じじゃないけど集中はしてる顔はしてます集中してる顔はしてんなで、よいしょ、オッケーオッケー、白、白、オッケー、よいしょよいしょ、まあこれケータのトレーニングっていうよりね、そのトレーナーのトレーニングになりますからね、何やってもいいんですよ、ケータが、まあ怪我したりとかね、ケータがちょっととてもイライラするようなこと以外やったら何してもいいんですよ、それがね、何結果がどうなろうとね、これができたから何って、そうなんでもいいんですよ、その過程が大事やから、だからこれは亜種の財産になることでしょう、では皆さんご視聴ありがとうございました、最近長めの動画が続いております、じゃあライオン Guys, guys.